はじめまして、西山由美です。社会人しながら絵描きやってます。東京に引っ越して4年経ちますが、東京に引っ越すまで絵描きになるとは思いませんでした。18まで絵を描いていたんですが、やはり今の貧しく育ちましたので、両親には大反対されて、親の心配をかけたくなくて一度絵を描くことを諦めたんですけども、3年前にですね、スタイルウォーズというグラフィティアーティストのドキュメント映画を見まして、思いが一変しました。その登場した若者たちは私と同じ団地育ちで、で親や大人に反対されつつ自分の価値を見出そうと一生懸命夢中になって絵を描いている姿勢に心打たれて、どんな環境で生まれ育ってもアーティストになれるんだと知らされました。でそしてそれを証明するかのように、東京で、中目黒のハトスバーやスペースラボとかで素晴らしいアーティストさんに出会うきっかけがあって、私も描いてみようと30歳を機にアーティストになることを決意しました。私にとっては熱意の塊です。各々の熱意がですね、もう引火して飛び散っているような感じに見えます。で世界中には空きビルにグランデーを描くアーティストはたくさんいるんですけれども、今回はきちんと許可を取って絵が描ける、そして人に見せれる、そして50人の、そうですね、実力派のアーティストが集まって一緒に時間をかけて作品を作れるという素晴らしい企画だと思います。この素晴らしい企画と場所とチャンスをくださったオーナーさん、ジョージさん、モンさん、そして関係者の皆様にとても感謝しています。おおきに。このビルはですね、このビルの未来は破壊です。破壊されますけど、ビクションの価値は消えないし、そしてこの価値は一生続くと私は信じています。この見えない何かを突き動かすような空間、私はすごくワクワクするしドキドキしています。私の作品はですね、見ての通り好きか嫌いかに分かれるんですけど、まあまあはないですね。So if you don't like my art, I don't give a shit. I don't give a fuck. I don't want to make art everybody likes. That's fucking boring. I'm Emmy. Fuck you. Thank you very much. 最後めちゃくちゃやったな。